はい、本日の相場、ユーロ円からです。ユーロ円なんですが、節目を割ってきたと見ています。で、節目なんですが、このトレンドラインでサポートされてたんですが、これを下に、終値でも割ってきています。で、直近の高値から HSI を引くと、昨日の安値 S4 でサポートされてたんですが、この S4 も下に割ってきていますので、次目指すは S5 あたりと見ています。で、大きなラインもちょっと引いてみますと、この S5 あたりが、大体まあざっくりですが、このあたりサポートになってきたんですけども、それを下に抜けてくる可能性があります。で、そうすると S6 を目指してくる可能性があり、まあ、この S5 と S6 があるあたり、このあたりを目指してくるのかなと見ています。で、フィボナッチも引いて取れるんですけども、このフィボナッチを取りますと、きれいに0.618で、サポートされてたんですが、それを抜けてくる可能性があります。で、抜けてくると、この0.786割る120円の32銭あたり。まあ、ざっくりなんですが、このあたりに、サポートが集まってますので、一旦このあたりまでは下がってくるのではないかなと見ています。で、もう少し、大きな時間足でも見てみますと、日足では昨日の動画でも言ってたんですが、このラインですね、これを、昨日終値で下に割ってきていますので、下落に転じてくる可能性が出てきているのではないかなと見ています。で、今日のローソク足で、実態、始まり値、終値で、このトレンドライン下回ってくるようだと、まあ、下げに転じていくと判断できてくるのではないかなと見ています。で、まあ、そうすると、この高値から、一番高いところから HSI を引いて見ていけるのかなと。ざっくりですが、まあ、S7 届いてないんですけども、この S7 あたりまではひとまず下落が見れるのではないかなと。117円台ですね。で、まあ、ただ、もうこのあたりすでに一応サポートには当たってますので、そこを下に抜けて、111円とか、まあ、そのあたりまで大きくは下落していく可能性がもしかしたらあるかもしれないと見ています。次はポンド円です。ポンド円も、下落の可能性があると。ヘッド&ショルダーですね。肩、頭、肩と。で、気になっていたのは、ここの、上昇、これがどこで止まるのかっていうのを気にしていたんですが、このフィボナッチの0.786で、今現在は止まっています。で、まあ、重要なのは、このあたりの安値ですね。このあたりをもうはっきりと下回るようだと、ヘッド&ショルダーが完成してくる可能性があります。まあ、完全に完成するのは、この安値終わってからになってくるんですけども、とりあえずこのアップトレンドが終わるようだとダウンに転じやすいのではないかなと見ています。少しいろいろ線を引っ張っていきますが、このラインですね。このラインが、相場サポートに働いていたんですけども、ここでもサポートされています。で、これが昨日の安値ですね。で、これをもう今のところははっきりと下回ってきたので、おそらく下げに転じていくのではないかなと。60番足で S3 がサポートになったんですが、そこも抜けてきてますので、ひとまずは今 S4 を目指してきているのではないかなと。ただ、この大きなトレンドラインを下に抜けてきていますので、おそらく S4 で止まらず、S5 まではあるのかなと見ています。これはまた来週の動きになってくるかもしれないですが、ひとまずはここから始まった上昇が、ここで終わって下落に転じていると見ていいのでは
ではないかなと思います。これが今日の相場です。